いよいよ明日、夏の高校野球静岡大会の代替大会が開幕します。この大会に唯一連合チームで挑むのが熱海、金谷、浜松湖北、佐久間分校の3校です。一緒に練習をしたのはわずか5日間。それでも選手、監督、そして保護者の心が一つになりました。 Hello, my name is 竹松本。 Nice meet you. 先月27日、初めての合同練習はまず自己紹介から始まりました。連合チームは熱海3人、金谷5人、佐久間分校が4人、合わせて12人です。よろしくお願いします。コミュニケーションタッチ。初日は1日中守備練習。午後の練習は3時間ぶっ続けでゲーム形式のノックでした。9人揃わないとできない練習です。それでも選手たちは楽しいです。久しぶりにこういうみんなと一緒にできたって他のチームでは当たり前の練習が、選手たちにとってはとても特別で貴重な体験なのです。この日、組み合わせ抽選が行われ、練習の途中、監督が対戦相手を選手に伝えました。お前たちの対戦相手決まった。駿河総合高校だ。熱海高校は去年単独チームで駿河総合と戦い、コールドゲームで負けた因縁の相手です。そして昨日最後の合同練習です。合同練習ができたのはわずか5日間でした。それでもチームの心は一つになりました。練習試合はできなかったけど、絆はっていうかね、チームワークはできたんじゃないかなと、ね、仕上がったんじゃないかなと思うんで、当日みんなでね、マネージャーも含めてね、やってもらえればなと思います。3年間陰で支え続けてくれた保護者から必勝の千羽鶴が贈られました。本当に ありがとうございます。本当に感謝しかないです。ありがとうございます。選手にも本当に感謝しかないです。頑張ってください。はい、チームから大事に使います。悔しい思いはしたくないので、最後笑えて、すごく勝ちたいです。努力頑張りましょう。絶対勝つぞ。